したの？うん、大丈夫だけど。オッケー、いいわよ。何のお話する？苦いから紅茶かな。ああでも缶コーヒーみたいに甘いのならコーヒーも好きよ。私大好き。熱い男たちの生き様がすっごくいいのよ。あ、漢字の漢の男よ。私にはよくわからないけど、いい意味で変われるなら素敵よね。君に足りないもの？何でも、そうね。ワンちゃんの尻尾があったらもっと可愛いよね。あれ、違った？どうしたのかな？こうして笑い合っていられるのはなかなかいいものね。時間なんだ。早いな。帰らないといけないんだけど、まだ話し足りない気もするな。またお話ししてくれるかな。そっかそっか。それなら今日はおとなしく帰るかな。またね。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。
当に不思議な人ね。人のために何かをする行為は結局自分の身に返る。ああいうタイプの人はあと一歩先を見通せればうまく生きられるのに。それとも私とは違う価値観を持ってるのかな。ちょっと気になるかも。あれ？そういえば私が誰かを気にするなんてもしかして初めてじゃない？変なの。もしかして、つかさ、お気に入り？ああ、もう、何考えてるんだろ、私。もう休憩終わり。サクッと古文の予習して、お風呂入らなくっちゃ。あら、おはよう。おはようございますわ。よろしい。それじゃ、また後で。あ、先輩、どうかしましたか？私は別に構いませんよ。そうですね。私は音読をしながらとにかく書いて覚えてます。昔お母さんに教えてもらった勉強方法なんです。ええ、よく覚えられますよ。
よかったら先輩も試してみてください。はい。急に笑ったりして。ちゃん、転入してきたばかりでお友達があんまりいないんだよ。だから兄にも仲良くしてあげてね。Thank you.
く覚えていないんですけど、幼稚園の頃に男の子にすっごく意地悪をされていたらしくて、毎日泣いちゃってて、それで幼稚園に行きたくないって。それを知ったお父さんがすごく怒って、共学だけは絶対にダメだって。そのせいなのか、未だに男の人とお話しするなんて緊張しています。よかったらまた。